はい、日本を美術で元気にする騎士、集華堂の田中でございます。岡山の鑑定会、間近なんですけど、3週間後ですかね、11月16日なんですけど、岡山ゆかりの画家というのがいましてですね、焼き物がね、岡山もなんと備前が有名ですよね。はい、備前といえば誰でしょうか。はい、備前といえばですね、まあ皆さんご存知、金重東洋先生ですね。それから金重蘇山、それから重要文化財の藤原優先生、それから小山不二夫、それから隠れ崎先生ですね、それから山本東秀、この辺りですね。もしお持ちの方いらっしゃいましたら、特に金重東洋先生の作品ありました、ぜひお持ちください。期日はですね、この鑑定買取会11月16日17日にやりますので、ぜひお持ちください。よろしくお願いします。